ただいまより本日のメインイベントを行います。赤コーナーより UWF インターナショナルゴールデンカップス鞍上要次入場です。本日のメインイベント WR 対 UWF インターナショナルゴールデンカップス時間無制限一本勝負を行います。赤コーナー UWF インターナショナルゴールデンカップス222パウンド鞍上要次。青コーナーランベアル267パウンド天竜源一郎。天竜が怒ってます、大佐野さん。そうですね、天竜の方から鞍上に詰め寄ってましたね。はい、ベンゲレントです。ユインターゴールデンカップスの鞍上要次対 WAR 天竜源一郎の一戦。そしてエプロンのところセコンドにさっきまで冬木がいました。今花道のところに下がろうとしていますが、そうですね、荒谷と嵐が、はい、ガード役になってますね。もうこの辺りの動きももう何考えてるか分かんないですからね。さあ試合の方にそれでは集中していきましょう。鞍上と天竜です。組ませないですね、はい、鞍上がね。ああ蹴りの応酬だ。天竜鞍上、もともと鞍上の蹴りは定評ありますからね。はい、さあ天竜を押していく。ああコーナーのところナルフリーもロップレック決めたいところでありますが、鞍上もねしっかりねタイツを掴んでるんですよね。本当ですね。そして鞍上は今日どういうプロレスを見せるのかどうか。クリーンブレイクを仕掛けてね、キックですね。
うわ、天理怒ってます。怒りの表情だ。サーリングが戻ってきた。さあ今度はエプロンに素敵な笑みを浮かべて、これはもう頭にきます。それこそね、天竜に言わせればね、はい、安城はプロレスを潰しに来てるんだと。そうなんですよね、あのプロレスはこんなもんだからとね、はい、お笑いのカップスやって、自分とこ帰ればしっかりというスタイルをやって、こっちが本当なんですと言ってると、はい、そういうのは許せないというふうに言ってましたからね。そして冬木はそこに乗っかっちゃダメなんだという、そういうね、思いなんかもですね、週刊ゴングで語っておりましたが、そういう意味で天竜にとってこの安城というのは天竜が腕取りましたよ。しょうがないというところでありましょうか。左の腕を捉えています。腹さじです。しかし踏みつけんでます。チョーク攻撃、喉をかかとに踏みつけるという、しかも離しません。このままではちょっと反則が起用されてしまいます。さあ安城が天竜の腕を取る、投げる。まあ、天竜にしてみれば本当にね、あの、はい、異質な相手ですよね、安城みたいなのはね。そうですね、あの完全なそのユースタイルの人でもないし、あのどういう形で攻めてくるかわからないというのがありますからね、はい、ラフファイト。そしてそのラフファイトの下に裏打ちされたユーインターとしての実力、さらには唇攻撃。そうですね、分かりましたね、今のサッカーボールキックね、はい、ちょっと満腹してますね。もうなんというか天竜とって一番許せない相手なんじゃないですか。そうですね、天竜のサポーター直してますね、はい、超超発というかね、一気にスターダムにのし上がりましたこの安城。さあ踏み合った。しかし天竜もこの安城に実力があるということは十二分承知です。逆水平のチョキ、あーロープ飛びませんね。はい、飛びません。ロープ振られた、逃げた、スライディング、早い早い早い動き、まあ、本当ビッグフレアみたいな感じですよね。これをやられれば、天竜にとってラリアット仕掛けることすらできません。そうですね、どうすればいいんでしょうか。攻めあぐんでます。そしてスルッと体格の方から戻ってまいります。忍者のような動き、今長野さんからリックフレアのようだという話がありましたが本当にそうです、ね、相手の間を外して気抜いた時にね、自分の技をビシッと入れるんですよね。はい、あれを肩がついた。カウントワン、ヘッドロック。足を取ります天竜。むしろ天竜が安城のスタイルに合わせていってると言えなくもありませんが、スリーパーか足首か、今度は顎を掴んでます。天竜捉えた安城の足首が不自然な方向に曲がっておりまして、これはちょっと安城にとっては苦しい競争になってまいりました。ロープレイク、逆にエルボーを落としたことによって天竜の怒りに火をつけてしまいました、ね、そうなんですよね。しかし安城またいつもの表情で立ち上がります。エルボー、天竜に対してコーナーに振る。安城行く、エルボー、あ、油断した。ラリアットしかその腕を取った。見事ですね、呼ばれてました。脇固め、安城恐るべし。サルベシ安城、天竜悶絶。今ようやくのブレイク、しかし踏みつけながら、あー、テーピングした、手首の左の手首が危ない。すぐに離しません。もうやりたい方でやられてます。もう小バカにしたような踏みつけですね。天竜の表情がまたまた寡黙に戻ってるんですが、しかしエネルギーを今貯めてる状態です。後ろ蹴り、そしてコーナーに追い込んだ。エルボー、ロープに振る。ここだ、ここがポイントだ。アドロップキック、アドラ下がった。ラリアット、ちょっと額をかすめるような感じになりました。もうなんか丸田棒で投げ倒したようなラリアットが強いですね。はい、そしてカボンですね。さあ、ダメ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 
安城もえげつない小技を仕掛けてきますが、ある意味では天竜はここまでやっちゃうのかという大技すら仕掛けてきます。そのあたりの安城陽次、思惑以上のことをまずは天竜これから仕掛けてくるものと思われますが、安城目つぶしですね。目つぶしだ。しかし安城も黙ってやられてはいないと思うんですが、目つぶし攻撃、天竜が拳を固めた。グーパンチか。安城の髪掴んだ、起こした。グーパンチ。安城の唇が2倍に跳ね上がりそうだ。天竜にグーパンチでお返ししました。いいんだ、起こった起こった。はい、つまりだ。鉄砲鉄砲。グーパンチ。安城の顔がばっかり跳ね上がる。突き刺すように行きましたね。懸命にロックしている天竜でありますが、本当にね、安城も聞いてるんだか聞いてないんだか分かんない顔してますからね。取れ。そうですね、恐るべし安城。天竜そしてなんと拳で天竜の顔面を殴りつけるという掟破りの荒技に出ています。安城陽次です。 OK、 ブレイク。WAR の4周年記念興行革命養生4、その両日の2日目になります。ベンギベントバ、天竜源一郎と安城陽次、逆水平のチョップだ。天竜汗が喉に行きました。喉。安城にスイッチが入った。パンチですね。パンチで倒れたのは安城。セコンドでは高山と山本健一が見守っておりますが、今安城立ち上がり、まだ膝をついて、今ようやく、ね、考えてるようにも見えるしね。そうなんですね。しかし、立ち上がりざま、いきなりラリアット。天竜安城を捉えるパワーボムだ。変わった。上にのしかかるような感じになってきました。後ろに回り込んだ。スリーパーホールドが決まっている。天竜のこんな表情は久々だ。苦しそうだ。天竜苦しそうだ。安城陽次のスリーパーホールドが決まっている。がっちり決まっている。 200% 決まっているぞ。ロープブレイク。安城はね、パワーボム研究してましたね。はい、ああいう返し方をしてくるかい。あっと入ってきましたよ。そして今度は肩を右行った。危ない。カウント入る。カウント 2.5。 今のハイキックは本当にね、今日使った感じでしたね。はい、そして安城が依然として天竜を締めるフロントレスサープレックス。さあ、足の方に回り込んでいった。安城が天竜に何を仕上げるんだ。股間を持ってから改めて出た。グランドクラス200ですね。すいません、天竜大ピンチ。どうするこの修羅場、どうするんだこの修羅場を。天竜は逃れることができるのかどうか。天竜のギブアップなんて見たくない。さあ、安城陽次懸命にグラップグラス。ようやくロープブレイクになりました。立ち上がった。さあ、タッチ。鈍い音がしましたよ。おお、反則技で返しました。天竜怒りに打ち震えて逆水平チャップからラリアット投げ倒し。安城陽次ぶっ倒れました。天竜ずいっていく。これも振り下ろすようですね。はい、天竜が安城に対戦持ち上げた。パワーボム。危なかったですよ。天竜ラリアット。カウン
敗戦でしたね。こんな試合になるとは思いませんでした。安城恐るべし、安城強かった。その安城を懸命に打ち破りました。パワーボムが炸裂。